アカコクリハです。ダンジョンエンカウンターズ続きをプレイしていきたいと思います。本日は、50回目からなんですが、いろいろやってなかったものをやろうかなと思います。数値問題26回ですね。と、30回台のどこか、39回で、40回台のどこかで、あとは、あ、そうだな。どれだっけ。これ。一方通行式転送装置が何なのかっていうのを確認しに行くのと、ジョラスさんと、ね、K2000 が、まあ、43回と49回に置き去りになっているので、これをゲットしに行こうと思います。なんで、あ、どうしようかな。いいか。二つの空きは仲間の空きで行きます。で、アンク立てていきましょう。どこから行こうかな。まあ、わかりやすいところ行きましょうか。26回。9、19、29。26階の4973、で、方向真ん中の右の方。そう。もういいか。ムーブとか使っていこう。4973。4973、ここだ。よし、オッケー。バス。ソーラーフェイテス。なんじゃそれ。あ、弓矢だ。8万。草装備してください。あ、セスパーレさんが初めて装備ポイントを超えた。足りないんだっけ。あと1か。あーね、ここで、あーすごい、5000から8万になった。数値問題のアイテム、いいもんもあるんやな。よし、じゃあ次行きましょう。逆この字があって、上に、あ、左側逆 L 字がある。あ、ここら辺だよ、ここら辺だよ。多分。あ、ちょっと待って、ここら辺、ここら辺のどれや。2番目。ここか。おー、よっしゃー。絵画を見つけた。え、フーターに鑑定してもらった方がいい。カウンター発生率75、装備コスト170。なんで海外にそんな効果があるのかわかんないけど、まあいっか。よし、じゃあ地図問題1個が助けたんで次行きましょう。ここら辺近いんじゃない。これだっけ。ちょん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 、4つ。角4つ。お、4つ。いいんじゃない？よし、来た、これ。竜のどこ？ああ。え、耐久力。あ、
誰も装備できない。え、誰が装備できるの？見つけてない人だ。見つけてない人だったー。よし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 。よし、じゃあ次行きましょう。よし、じゃあここ乗ってみようかと思います。ちょっとまだ、今、メンバー回収してる最中なんですが。92の89の12へジャンプします。ハンク張ってるから最悪戻れるんで。異次元空間。なにこれ。FD。FC、FD。一方通行装置2。待って、6。ヒットポイント回復。はいか。97の7777にジャンプします。はい。あ、しまった。ちょっと待って、待って。敵が見えなかった。謎の円盤、レベル98。あ、でも確かに、これ F3 って書いてある。アビリティ変更、じゃあアビリティ使用回数回復。FE、ファイアーエンブレム。ファイアーエンブレム4。4じゃない、3。あ、ドキドキしちゃう。39回にジャンプします。ああ、ここにワープしてくんの。ハンク戻ろう。ハンク貼ろう。で、装備ジョラスさん全部入ってたよね。ジョラスさん戻して、なんだっけ。ラウラギ。あ、そっか、ここに置いたんだった。ラウラギさん入れて。あ、ドキドキしちゃうね。さっきの先行ったら何が。よし、もう一回戻ってきたので、さっきの、その先へ行ってみよう。ゼロヒットポイントかよ。ね。これ足りるかな？積んだ。あ、だよな。逃げれればいいんだけど。4万。全焼室ってあれか。9番。あ、諸本が行く。モルモット回復。
する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 。やったハンクで戻ろう、ハンクで戻ろう。よし。あんなところにモルモット。あんなところに。でも、ムーブ、運が悪いと、たどり着けへんか、ムーブ使い切って。ちょっとそこは考えなかんな。ちょっと待って。アンク貼ってない。49回だったね。はい。ということで、戻ってきました。ケイの仲間、ジョラスさんとケイ2000を0回に戻しました。で、イベントは、数値問題これ終わって、これも終わって、これも終わって、で、これなんだけど、ざーっと見てきた感じなかったんだよね。見落としかもしれないけど、でも今まで、なんだろう、この、出題がされた回より後に発見することが多かったから、まあこの先にあるパターンなのかなと踏んで、ちょっと気にせずに行こうかと思います。で、モルモット回復があったので、ドキドキした。ダイジェストっていうか、あれで見てると思いますが。移動したら待って、よかった。もうちょっと早く気づけばよかった。なんで、まあこのまま続き進めていこうかと思います。次の仲間は、これか、ウントレヤナさん、52回ぐらい。ですね。これを目指していきましょう。おぉ、忘れられた世界。What the road? おぉ、なんかまた新しい感じがする。お、BGM も新しくなった。そうで、あれです、あれです。一方通行の、一方通行の、あれで、わかりましたが、98回まで、97回だっけ ?98 回。まであるってことが発覚したので、まあ、大方、100回でしょ。100回か150回。150は逆にちょっと中途半端な100回までかな。あるんじゃないかなって思います。強くなったんでね、物理攻撃もガンガンしていきたいな。なんか7000ぐらいだったら一気に8万までいったんだよね。すごいよね。それが生きる場面どんだけあるのかわかんないけど、この回もまた追加が踏んだのがちょっと見にくいね。だがそれがいいね。うちの攻撃の要が、そうそうそう、このガストラフェティス8万強い。とりあえず確実にアウトする。で、ラウラミのスピード60%でビルキャットは今 PTB 記事あんなくだから、ダメか、間に合わんか。ここ、削れるか。ダメでしたね。
BGM かっこいいな。7100じゃイビルキャットの魔法は剥がれないからバフに剥がして、ヒットポイントダメージ、守備ダメージで、ここは削れるかな、よいしょ。65、65、スピードは一緒。あ、じゃあ上を剥がしましょう。剥がされてるから攻撃倍か。ブレスで4000くらい。神木よりだしでメガサルさん回復して。多いね。マジか。95のボンの。魔法耐久力が、でもアビリティランか、アビリティじゃないわ、アクセサリーランか。あ、またピョッピョッって出た感じがさ、ピョッピョ感が似てるよ。あ、50回台なのかな、じゃあちょっとわかんない。このキョッキョ具合が似てる。ん？え、これが落とし穴？取られた。え、ちょっと、え、どうやって踏破すんのこれ。なんかアビリティもらえるかな。ちょっとアビリティがもらえることを期待して、ちょっと踏まずに行きましょう。あ、隠し床やった。だってあれ、踏まんことには踏破したことならんもんね。なんかレビテトみたいな。効果ないのかな。ああ、つながるのに、ね、ここもつながるのに、ね、なんか正方形って感じがするね。80、ああ、そっか、ネイバーは精神攻撃してくるやつだか。14000削りきらんやんな。37残んねんな。つらいな。
ムーブ。ムーブがもうないよ。ムーブもうないんですけど。そう、警察機はいいでしょ。ここか。マリア王で。倒せない。いいね、8番かっこいい。さすがに720出るでしょ。バリスタ、バリスタの代わりに、バリスタ7100、いいね。いいんだけど、果たしてメイナサルさんは今後物理攻撃をするのかという疑問があります。一マスあったりはしないのか。ここは？ここもない、別にないのか。ジャンプがもうないぞ。ジャンプじゃないか、ムーブか。ムーブはもうないぞ。どうしてくれるんだ。どこで回復するんだ。ムーブをどこで回復すればいいんだ、教えてくれ。金の入りが良くなったのはそういう意味ですかね。危険を承知でお金がなくなるのを見越して、不明と倒せへんねんな。一段階高いのつけてあげたいね、ラオラギさんに。また忘れてた。ここは通れないのね。ああ、ちに持ってかれるもんな。6000ぐらいは作って帰るな。せめて1回で剥がされるんじゃなくて2回で剥がされるようになりたいよね。レベルが上がったよ。
間違えた。間違えたよ。今はそんなことする気なかったんだ。そんなつもりはなかったんだ。そうなるよね。わかる。諜報員。偵察機諜報。もうそれ人やねん。魔物っていうより人やねん。ドレッドノート。なんだろう。本か。なんかの本。いっぱいある。いっぱいあるけど、ちょっと次行こう。後悔してないけど。なんかレビテトみたいなアビリティが手に入ることを期待して、ちょっと進めよう。理不尽やもん、こんなん。9500到達。あれ ?26 番。数値問題。26番。数値。問題7、レベル2。次のハテナに当てはまる数を求めよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9。イコール、2、3、4、5、6、7、8、9。イコール、4、5、6、7、8、9。いや、そんなわけねえだろ。そんなわけないよね。数学ができる人に聞いたらば、これは9の乗数だという話になりました。なので、聞いた答えを今ここで発表します。9の乗数で、36万2880だそうです。36階の2880番地だそうです。全然わかんない。なんか書けた数字となんか数字が変わらないのがどうとかなんか言ってたけど、わからない。ムーブあと一回しかないよ。終わっちゃったよ、ムーブ。パンク戻るしかないよ。アビリティ回数が良くやったぜ。ヒットポイント回復。戦闘不能回復、アビリティ回復、アビリティ変更所が全部ある。よいしょ。メモ。51階。51階の左中の方ね。左中の方。危うく踏むとこだったぜ。誘導されておる。トレジャー8、67番トレジャー8。
じゃあ、こっち。銀の腕。銀の腕。いいです。つけません。攻撃力アップする方がいいです。攻撃は最大の防御です。80番。マリアルをこっちかけて。マランダムこっちかけて。1600。ネグレリア久々やなぁ。どういう意味だったのか忘れたけど、間違えた。下にかけなあかんかった。よいしょ、ないか。よいしょ。お、クロックタワー久しぶり。鎧のドアも久しぶり。ジェネライザーも久しぶり。もう、はい、あれだね。普通に倒せなくなったね。マリアオール5の時代が終わってしまったね。マリアオール6くれないかな。その液体というので見えたスパイのレベルが上がった。謎の液体の部位をごくごくします。EP が増える。よいしょ。そろそろセスパーレさん装備戻せるかな？バルビューダだっけ？で、ロリカンだったからシルバーも。あ、いいですね。イーサンネ、マグネティカ。マグネ。マグネティカ。フォース銃強そうじゃない？
欲しい。8C ね。覚えとこう。8C 結構遠いじゃん。今8183とかだもんね。遠そう。ラウラリさんのリップカインとかもうすぐで1万いくね。あ、早いのかな。これ1万を削り切らんやね。マジか、ギャグが良かったな。マジか。おぉ、長編。マリアルじゃあ、倒せないからお店。14,000出る気がしない。やっぱ出なかったね。炎。レベルが上がる。このバッテンさ、実は回数移動したら一番同じで移動したりしないのかな。あっちもこっちも行きづらいじゃない。
どんな形だったっけ。あ、ちょっと違う。上が開いてて下が2個つながってますね。で、間が1マス。おお。そこに繋がるね。はい。あ、落とし穴だ。え、落とし穴があるとあれですか。どうやってあそこ通すの。二マスジャンプみたいなのがあるのかな。ナイトムーブするかな。なるほど。こうしてこっち行って、ええ、ん、待って、一回下に落ちるんじゃないの。下落ちるんじゃないんですか。あ、すごく見にくい。映像乱れました、失礼しました。私の心を表したかのような。あ、でもなんかこう夕日の影みたいで綺麗、影が。なんでここ踏破してんだろう。いや、アンクで戻りますわ。アンクで戻るけど、降下できそうな場所はしておこうという。踏みづらいな。すごいな、あの位置から。だって今、50何回だったよね。20回以上一気に降りるんだ。ってことは、やっぱそうだ、あれだよね、仮想エレベーターだっけ。あれも、11番。仮想エレベーターもやっぱり一気に50回、100回とか。100回はいすかな。50回行く方法があるってことだよね。双方移動装置8。ちょっと敵と当たらないように気をつけながら行きましょう。無理せず行けるとこまで。少しでも歩数を稼ぐ。これでも06番とかだね。たまに、いや、この回に限らずだけど、たまに弱い敵が出てくるの、あれなんでなんだろうね。単に設定ミスなのか、なんか意図があって。これムーブ？でもさ、もうムーブさ、あ、まだ4回あるわ。隠しマスなかったもんね、今。よいしょ。歩きにくいねー。ちょっと6番当たってみようか。いや、弱いよな。弱いよな。BGM が。なんで？
ットなんでロック調なの？いやまあ確かに今そんな気分だけど、この上層階で弱い敵と戦った時になんか内部データが蓄積されてラスボスが強くなっちゃうみたいな、そんなのがあったりなかったりするんだろうか。もうどこ歩いてるか分かんなくなってきて。4500到達ありがとう。もうどこを歩いてるか分からなくなってきたよ。ここも穴ぼこがあるってことは、一気になんか85階とかに落ちたりするのかな。あそこにもあるもんね。いや、ちょっとこれはこれで面白いな。マンネリしないね。あっちにもあるね。え、どこ落ちよう。あ、ちょっと待って、その前にさ、ちゃんと確認しとこう。アンク戻るあるよね。うん、アンク立ってるね。あー、でも穴ぼこ落ちたらさっきのイベントブックからさ、いちいち未発見だからさ、戻れないか。戻るのが賢明か。C だね。今の階層。あ、違う、間違えた。ちゃうね。そうじゃないね。ちゃん。一回しか押してないはずなんです。言い訳です。一回しか押してないはずなんです。でも敵が単体で出てきたら、セスパーレの武器で、いけなくはないのか。今の感じだと。セスパーレ今倒れてるんですけどね。精神攻撃されて倒れてるんですけど。これ以上できないな。ちょっとジャンプの無駄遣いができない。よいしょ。ここから右上に戻れたっけ。確か戻れたよな。いやー、しかしこんな床の作りでも上下階にあんま干渉しないってすごいな。面白。広いなぁ。久々に1000マス超えだもんなぁ。
よいしょ。よいしょ。道のりが長い。あそこにも敵がいるから間違えて踏まないように気をつけましょう。道のりが長いなぁ。もうすぐ千マス。ああ、でも、これ以上はいけないね。じゃあ、ここで断念しますか。よいしょ。ちなみに79回復って80回にバルトロってのがいそうなのか。戦闘不能回復して、ヒットファイト回復して、ミーナサルさんを入れて、あ、アビリティ回復しよう。アビリティ回復して、なんか武器並んでない。ユランダルかね。あ、シンコカト。あ、アストラベスで一番強いんだ。間違えた間違えた。ラウラギさんのグラディウスをユランダルに変えます。マリアちゃん、お。違うか。マリアル6が欲しいんだ。マランダムが、あ、今10だもんね。11。いいね、コストも足りるし。回復したもんね。ちょっとさ、ちょっと穴ぼこ落ちてみよう。穴ぼこ探索その後でも遅くない。てかさ、80回ってさ、氷河80回にさ、これ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 
これまた一筆書きできるんじゃない？できんわ。道が塞がれておる。面白い形、80階台。サーバー。よいしょ。よいしょ。4500到達。よいしょ。こっちはあれだったもんね。よいしょ。この階じゃないのか。なんだ。なんだと言いながらも。足場。よいしょ。敵に当たると。全滅不可避の大ダメージを負う可能性があるので、危ない。よいしょ。不思議な感性してるからね。パッてボタン離すと一マスか二マスぐらい行っちゃうんだよね。491、530マスあるね。見えない床がいっぱいあるんだ。まあ、そういうのはおいおい。81回見てみよう。81階を見てみていなさそうだったらきっと70階だ。なんか滑らかにいっちゃうから通り過ぎそう。いい幽霊線。あれメモは E3 なんだけど。聖なるマント。キャトリンだ。
よいしょ。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 この回じゃなさそうだね。よいしょ。ということは79回だったのかな？よし、戻ろう。穴に落ちる。あ、穴は移動式なんだ。穴は移動式なんですか。そうですか。そうなんだ。おお、びっくりした。ダメでした。あ、まあダメだけど、裏裏にで焦る。これで上二人は。マリアンで。運が良ければ奥が来る。一緒いらない。ここもいっぱいあるので、とりあえず追いましょう。じゃあちょっと今日はちょっと長めになりましたが、余分な回をちょっと攻略したってこともあり長くなりましたが、今日はここまでにしたいと思います。また次回をお楽しみに。バイバーイ。